太平洋島サミットが東京で始まり、先ほどから岸田総理大臣が太平洋の島国の首脳らと個別に会談しています。今日から3日間の日程で行われる太平洋島サミットには南太平洋の合わせて18の国と地域が参加し、気候変動問題などを議論します。首脳会合はあさっての予定ですが、岸田総理は官邸で先ほどからツバルやバヌアツの首相らとの個別会談に臨んでいます。太平洋地域では中国が影響力を拡大していて、サミットで日本は各国とのさらなる連携を図る狙いです。また岸田総理は原発処理水の海への放出について安全性を改めて説明する見通しです。